ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。現在、この動画を撮影しているのが、2018年10月3日の早朝になります。先ほど、マイクロソフトから新型の Surface Pro の発表がありましたので、現時点で発表されたスペックなどについてご紹介したいと思います。まず、今回発表された Surface Pro は、Surface Pro 6というモデル名になります。外観については、これまでの 2-in-1 タイプのサービスと同じく、キックスタンドを搭載したタブレットで、キーボードを取り付けると、ノート PC のようにして使うこともできる製品となります。外観的なデザインは、これまでの Surface Pro からほとんど変更はありませんが、今回新たにカラーがブラックのモデルが追加されています。スペックについては、まず CPU は、Intel の第8世代 Core i7 などを搭載します。メモリについては最大で 16GB、ストレージは最大で 1TB、ディスプレイは 12.3 インチとなり、解像度などもこれまでと同じではないかと思います。バッテリーについては 13.5 時間の駆動が可能ということですので、日中は充電せずに使い続けることができるかと思います。OS は Windows 10になります。そして海外での販売価格は日本円にして10万円からということですが、これはスペックが低いモデルの価格ですので、実際に Core i7 や 16GB のメモリ等を搭載したモデルが、この価格で買えるということはないかと思います。その他の特徴としては、噂通り USB の Type-C ポートは搭載されていませんでした。また、ボディの形状等は全く変更はありませんが、冷却性能は改善されているとのことです。今回の Surface Pro 6、これまでと大きな違いとしては、CPU が最新世代になり、前回のモデルから最大で 67% 高速している上、カラーが新たにブラックモデルが追加されたというところが大きな変更点かと思います。現時点では、国内モデルの発売についてはまだ発表がありませんが、毎年 Surface の新型モデルは国内でも販売されていることを考えると、近々国内モデルも発表されるものと思います。国内モデルの発表がありましたら、また別の動画にてご紹介したいと思います。なお、現在 Amazon では、現行品の Surface Pro が値下がりして販売されています。先ほど発表された新型 Surface Pro 6は、現行モデルからそこまで大きな変更点はありませんでしたので、CPU の処理性能などにこだわるという方以外は、現行品を購入するというのもいいかと思います。なお、この動画の概要欄に、現行の Surface Pro の販売店のリンクを貼っておきます。価格など、興味のある方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。